千葉県房総半島。長い年月をかけて今の地形が形成されました。普段私たちが生活しているとさも地上の生活が地球の中心のような錯覚に陥ります。しかし実際には地球の約 70% が海であり、私たちは残り 30% の陸地のうち海側に近い沿岸部に密集して暮らしているに過ぎません。地球の大半を占める海のうち、現在私たちが調査することができているのは実はまだ 5% にも満たない状態です。残り 95% の海は未だ解明されていません。こちらはコブエイレネクラゲ。1992年にとある水族館で発見された新種です。自然界では未だに発見されていないという貴重なクラゲです。逆さクラゲは体の中の藻類という植物が光合成を行っています。その栄養を利用して彼らは生きています。このように地球上のあらゆる生物は密接に関わり合いながらバランスを保っています。およそ46億年前、地球が誕生しました。今から約1万年前、間新世と呼ばれる時期に入りました。間新世では奇跡的に気温が安定し、平均気温がプラスマイナス1度以内にとどまりました。とても穏やかで暖かく、海水面も安定していました。その結果、人類をはじめとするさまざまな動植物が加速的に繁栄していきました。人類は天候を読むことで農耕を始め、文明を築き上げていきます。しかしそれにより地球のバランスが崩れつつあります。地球はある程度までは環境のバランスが崩れても持ち直す力があります。しかし一定の水準を超えると間新世のバランスが崩れ、これまで人類を優しく包んできた星は人類を排除する星へと姿を変えます。今から約50年前、地球の人口は40億人でした。しかしたった50年間の間に人類は倍に数を増やしました。そして1万年間安定していた気温をたった50年間で上昇させました。ここ最近のわずか40年の間で海氷の約 40% が失われました。私たちが漁業を始め、漁船が深海漁獲に乗り出してから約50年が経過しました。その結果、わずか50年の間に大型魚の 90% が海から奪われたと言われています。すでに二酸化炭素排出量は危険水域に達しています。1988年の時点で 350ppm を超えています。現在 415ppm、これが 450ppm になるともう取り返しがつかないと言われています。気温上昇の限界は 1.5 度と言われています。現在 1.1 度上昇しています。あと30年以内に化石燃料に依存しないエネルギーの在り方を模索しないと人類が暮らせない環境になると言われています。今のペースで二酸化炭素を排出し続けるとあと7年で限界に達します。大気中の CO2 濃度が高いと海が酸性度を高めます。これにより海洋生物の大絶滅が起こります。また実は大気汚染により私たちの平均寿命は気づかないうちに約3年ほど短くなっていると言われています。グリーンランドではすでに温暖化の影響で毎秒1万平方メートルの氷が溶けています。南極などの氷が完全に溶けると海水面が約50メートル上昇し、多くの大都市が水没します。しかし陸地にいる私たちはそれらの変化に未だ気がつきません。危険はすでに身近に迫っています。2020年、オーストラリアで記録的な高温と
数ヶ月の干ばつの影響で史上最大規模の森林火災が発生しました。これにより30億匹の生物が死滅し住処を失いました。そしてその後に続く新型コロナウイルスの蔓延、新型ウイルスの蔓延が起こるときは自然の回復力が弱まっているときだと言われています。つまり地球全体が今体調を崩し風邪をひいている状態なのです。このままいくと次は何が起こるのでしょうか。今のペースでいくと北極圏の氷がなくなります。これにより地球は冷却機能を失います。2040年には永久凍土が溶け、土の中に眠っていたメタンガスが放出され、さらに温室効果が加速されます。2050年、海の酸性化により海洋生物が激減し、もう海の生き物を食べられなくなってきます。2080年には人工的な肥料や農薬の使用方により土壌が疲弊し、もう作物が育たなくなります。また受粉する虫がいなくなり、農作物の栽培に危機が訪れます。この1万年間繊細で美しいバランスを維持してきた環辛性と呼ばれる地球環境の死はもう目前に迫ってきているのです。会社では教えてくれない明日を生きるヒントをお届けする、ちょっと過激でダークな大人のための社会派 YouTube チャンネルです。普通の人とは違う壮絶な経験をした人や様々な社会問題について当事者の生の声を取材し、専門的な分析を交えて考察しています。気になる方は黙示録チャンネルへどうぞ。